さてはお前アンチだな、ガーンってね、値段上がったから、いいコンビできたんじゃないかな。いつの日も電光超人。はい、どうもこんにちは、デダケナスチャンネルのデダケナスでございます。さあ本日はですね、先週ウルトラマン、ルーブ、そしてグリッドマンが最終回を迎えてしまってですね、ロスがっていうね、そういう気持ちなんですけれども、まあ、そんなね、グリッドマン、ウルトラマン、ルーブ、ロスをまあ、えぐっていこうというそういう企画でございます。ロスをえぐっていこう、グリッドマン編ということで、今回はこちらのソフビ人形を紹介していきたいと思います。電光超人グリッドマンより、シノビラ、アノシラス、こちらのソフビ人形を紹介していきたいと思います。はい、こちらはですね、バンダイではなくタカラが発売したソフビなんですけれども、グリッドマン放送当時の約25年前に発売されたソフビ人形でございます。シノビラはね、もう見ての通りアンチくんに似ていて、アノシラスに関してはもうアノシラスごと出てきちゃったから、最終回にもうね、アノシラスのソフビなんかは今高騰してますよ。で、もう多分シノビラもなんかもうアンチとそっくりだから、すごくね、高騰してるんじゃないかなと思うし、かなりこの2体のソフビはレアなんじゃないかなと思います。なんで、こんなね、レアなソフビを最近ゲットいたしまして、なぜかというと、僕買ったわけじゃなくて、僕のね、ウルトモさんの、進撃のウータンさんが、クリスマスプレゼントとしてくれたんですよ。本当に嬉しいよね。こんな嬉しいものはね、ないと思います。本当にね、持つべきものはね、友だと思います。ということで、今回はこちらの2体を紹介していきたいと思います。さあ、忍者怪獣シノビラ本体がこちらとなります。こちらはですね、電光超人グリッドマンに登場したキャラクター、東堂武志くんが作り出したキャラクターで、基本ね、グリッドマン怪獣っていうのは、まあ喋らないんだけれども、このシノビラくんは、結構ね、ベラベラ喋ります。すごく喋ります。で、結構、主のたけしくんや、カンデジファー様にね、忠実なキャラクターをしてるんですけれども、まあ、毎回ね、グリッドマンに破れてしまうという。ちなみに、ソフビの全体はね、こんな感じで、いや、見れば見るほど、アンチくんだよね。アンチくん感が強くて、もうね、この怪獣見ると、シノビラじゃなくてアンチくんってね、呼びたくなっちゃうんだよね。さては、おめえアンチだなって言っても、アンチじゃないから。いやー、かっこいいよね。シノビラはさ、普通にもデザインがめちゃめちゃかっこいいよね。で、やっぱね、デザインがめちゃめちゃかっこいいだけあって、グリッドマン本編でも何度も登場していて、何度もね、グリッドマンを振り締めてはいるんですよ。はい、ドアップで見るとこんな感じで、顔周りのね、塗装は結構細かいですね。忍者っぽい感じが、ちょっと忍者っぽい感じがね、まあ、バルタン星人を彷彿とさせるような感じはありつつ、こんな感じで。硬質ソフビとなっているので、かなりね、カチカチに硬いですね。で、全体の成型色は紺色なんだけれども、まあ、顔周りはね、結構塗装頑張ってるかなっていう印象があります。それ以外はね、特に塗装はないかなっていう感じですね。後ろ側も、こんな感じで、結構塗装はさっぱりしてますね。いや、かっこいいな、シノビラ。ということで、アンチくんに似たシノビラーでした。続きましてがこちらでございます。グリッドマンソフビの中で、高騰ナンバーワン、アノシラスでございます。アニメ版のグリッドマンに登場した、アノシラス、二代目の、まあ、先代ですね。もうね、あの回迎えてからのヤフオク、マジで面白かったからね。もう、あの回までは全然ね、もうめちゃくちゃ安かったアノシラスのソフビが、なんてね、値段上がったから、もう3000円ぐらいまでね、値上がってるから、半端ねえ。怪獣少女半端ねえって感じですね。で、まあ、それからね、特に出てくることはなかったんだけども、まあ、最終回でまた、怪獣少女アノシラスちゃん出てきて、で、ふーっとね、場面が上に上がったと思ったら、先代のね、怪獣のアノシラスも出てきて、最高に重かったですね。で、まあ、最終回の、最後のシーンで、アノシラスちゃんは、アンチくんをね、作ったということで、もうこれさ、もう実質さ、これさ、もうアンチとアノシラスちゃんってことで、いいんじゃないかな、これね、いいコンビできたんじゃないかなって思いますよ。最高だね、最高だね、ウータンは勝ってるねーっていうね。造形もね、結構細かくて、獣らしいね、こういう造形がされてたりして、
お腹の部分はね、ふわっとブルーの化粧が入ってますね。顔はこんな感じで、かなりこう、可愛らしい顔をね、してますね。すごく可愛らしいと思います。で、後ろ側行きますと、こんな感じで、茶色の成形色に背中がね、緑でふわっと塗装されてて、怪獣少女アノシダスとかね、マジでこんな色してましたね。迷彩柄の服着て。いや、出来がね、結構いいね。可愛らしい。はい、という感じでですね、グリップマン怪獣のソフビ人形、アノシダスとシノビラ、こちらをご紹介いたしました。アニメ版のグリットマンを見てから、もう一回電光超人グリットマンを見直すと、あー、ここがこうなってたんだとか、ここの小ネタ拾ってたんだとか、めちゃくちゃね、いろいろ分かってくるので、もうね、ループだよね。無限ループだよね。アニメ版見ると、電光超人見たくなるし、電光超人グリットマン見るとまたアニメ見たくなるし、もうね、無限ループができちゃうね。いや、ほんとそれぐらいね、グリットマン面白かったんだよなー。だからね、辛い。想像つらい。もうね、第2期やってほしいよ。第2期見たいよ。もう一回グリッド版見てよ。寂しいよ。でもね、まあ、いつの日も電光超人だから、絶対いつかまた帰ってきてくれるはず。だっていつの日も電光超人なんだもん。ね、そういうことですね。アニメ版のグリッド版超かっこいいね。アニメ版のグリッド版超かっこいいけど、グリッドナイトめっちゃかっこいいね。グリッドナイト超かっこいいよね。だからまあ、フィグマで、グリッドガイル全部みたいだから、超欲しい。めちゃくちゃ欲しい。ねえ。でもね、やっぱ、回収装備アニマングリッドマンの回収装備もね、出てほしいね。ムールギラスとか、めっちゃ好きなんだよ。でも個人的に、丸山さんのデザインが好きだっていうのもあるんだけども、丸山デザインの怪獣はどれもかっこいい。強烈なインパクトを与えた、ナナシ。ナナシ特に B ね。ナナシ B。いやー、あれもね、素敵だし。気持ち悪かったね。精神的に来る気持ち悪さって最高。いやー、グリッドマンのグッズいろいろ出るから追いかけるの楽しいだな。そう、バンダイさんからもさ、グリッドマンの商品いっぱい出るみたいじゃん。とかミニクラのこのアニメ版のこのグリッドマンが発売するみたいだし、それからウェハースが3月に発売するんだよね。そこにカードが入ってて、いろいろ、リッカとか、カニとか、ヒビキくんとか、ウツミくんとか、まあ、グリッドマンとか、そういうね、カードが入ってるみたいだから、とうとう僕もね、そういうアニメのね、キャラのカードが入ったウルハウスを買う時が来たかと。とうとうフィグマを手に出す時が来たかと、そう思ってます。こんな感じで。いやー、ほんとね、いい作品をありがとう、という感じですね。ということで。以上、デレキャスチャンネルのデレキャスでございました。もうね、皆さんもね、グリッドマンの感想をね、いっぱい書いてほしい。グリッドマンのここが良かったよね、とか。俺はもうグリッドマンここが最高だったよ、とか。もうね、ぜひ書いてほしいなと思います。それね、見てね、ニヤニヤしたいと思います。あー、わかるーってね、ニヤニヤしたいと思います。はい、ということで以上、デレキャスチャンネルのデレキャスでございました。いつの日も、電光超人。バイバイ。